こんにちは。日本学術書道会の田村貴山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、山中の良き友林間の鳥です。人里を離れた山中の良き友は林間に飛び交う小鳥たちであるという意味です。それでは今から山中の良き友林間の鳥を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。